到着っと。この小島も一面銀世界だわ。あちこち見て回ったけれど、今度こそ見つかるといいわね。はっしゅ。ああ、いい加減うんざりだぜ。このままだと風邪をひいちまう。あらあら大変。でも、あなたの体は特別性なんでしょ？人工的に作った体で、私たち天使よりも長い時を生きてるって。病気も一応進化してるのさ。いちいち体を更新するのも面倒でな。さ、また中心地を当たるぞ。実験場の跡地があるはずだ。つまり、あなたの推測によると、その実験場は、ルシファーと関係がある？ああ。お前たちの知識と、俺様の記憶。両者を統合するとそうなる。ただ正直、はっきりとは覚えてねえ。というか、ちゃんと聞いてなかったぜ。2000年前、俺様の錬金術に興味を持ち、拉致上等で現れた連中のザレ事なんてよ。あなたも相当ね。実力行使で星の民を追い払うなんて。でも、確かに新施設の噂は覚えてるわ。どこにあるのか。何を行っているのか、私たちには知る由もなかったのだけど。アバターは近畿の実験なんだろう？その機密の全貌を知ってんのは、ルシファー自身と、例の二人組あたりか。そうね。打天使については、私たちも調査中で。待って。このかすかな気配。カリオストロさん、あの窪地は？ん？なんだ？微妙に雪が少ねえが。お、こりゃ。おいおい、発想が秘密基地だぜ。道理で僻地なんかを選んだわけだ。深そうな縦穴。雪が積もって塞がっているけど、地下に実験場があるということね。まずは雪を溶かさないと。水の元素を熱湯に変えて。
空気は正常だな。他にも複数の通用口がありそうだぜ。この規模だと可能性は高いわね。最近まで打天使の根城だったのかも。変態打天使か。お前たちの調査ではどうなってる？奴はずっと空の世界にいたのか？そうね、断片的な情報による憶測だけれど、彼は天使の感知を逃れるためにずっと気配を消していたみたいなの。ん？気配ってのは消せるもんなのか？一時的にはね。でも長期間になると並大抵ではないわ。人間で例えると不眠かしら。その疲労と倦怠感を約2000年間常に気を張り続けている状態よ。話に聞いた通り狂ってやがる。能力云々よりも意志力が異常だぜ。その間ずっと天使長様、ルシフェル様を狙っていたみたい。でも実行の機会は訪れなかった。あの黒衣の男が再び現れるまでは。そっちは星の民なんだろう？やっぱり研究者なのかよ。ううん、彼は星の民の統括的意思決定機関、最高評議会の一人よ。当時ルシファーの目付け役として研究所に派遣されてきたよね。最高評議会？ルシファーの目付け役だ。いわゆる祭りごとを取る者たちね。ルシファーは星の民の社会にとっても理解できない特別な存在だったんだわ。でも結果的に言えば、黒衣の男は裏でルシファーに協力を。何か利益があったのか、研究の内容に興味を持ったのか、そのあたりは分かっていないわ。ふん、異端児ってのはどこにでもいるもんだ。無駄に親近感を覚えるぜ。まあ要はクセ者連中が結託するほどルシファーの陰謀は魅力的だったわけだ。そうなるわね。その全貌が残っているといいのだけど。見て、カリオストロさん。ついたか。そこが執務室、実験場の中枢。